はい、懲役太郎サブチャンネルです。昨日ね、北朝鮮のねミサイルが EEZ 内、北海道のね210キロ、どっから210キロかよく分かりませんが着弾したということで、もう違う段階に入りましたね。まあそれで私どうこうね、この番組で言うつもりはないんですよ。ちょっとね、今から言うことは想像、空想ね、作り事、私の絵空事だと思って聞いてくださいね。まあ日本もね、いろいろなことに巻き込まれるような形で戦争参戦しなければいけないという状況になりました。なりましたという想定だよ、想定。さあその時にどうなったかっていうのは、まあさっきのね大戦のように、若い人から動員されるというようなことは、もちろん自衛隊の人たちは当然、予備役の人たちもそう、若い人たちは志願する人はいます。でも過強になってきて人が足らない、もうこれ40代50代まで行くようになる。そしたらですね、この日本というのはね、しっかりした法律があるので、そこから漏れてる人たちがいたわけですよ。反社会的勢力の方々、ここは何をさせてもいけないわけですよ。何の権利もない、人権がないわけですから、当然招集令状はかからないわけですよね。いや、反社の人たちなんかと一緒にということでね。しかもね、反社条項というものがあってね、辞めてから5年はね、そういうことですけど、要はこれがその条項に一つあるわけですよ。ローンが組めない、家が借りれない、軍隊にも入れないという項目があったわけなんで、それさ、行きたくても行けないわけですよ。となると考えるんですよね。あれ、一回ヤクザになっちゃえば戦争行かなくていいんじゃないの。こぞって優秀な若者が暴力団に、各暴力団に一旦入るんです。入る。で、破門にしてもらう。そうそう、5年間。よし、この5年で戦争終わるだろうと。ね。そうなんですよ。そうなったらね、あれ、うちの子たちを、戦争に生かしたくないわっていう。ね。女性の方もね。反社の人と結婚すれば、その家族、子供、養子縁組した子供は反社の子供として行くことはないだろう。ね、こぞって反社会的勢力の人と結婚するという。ね。まあこれは冗談だけど、そんなこと、いや、実際どうなるのかなと思ったんですよ、私。そうじゃないですか。今の現行法律上で行くと、それは無理ですよね。そういう形になりました。海外派遣だとか、例えばそういう、ことに、公の分かりませんよ。でも、無理じゃないですか。最初のうちは。そのうち、もう何でもかんでもっていう。だって、ロシア自体がそうじゃないですか。刑務所の人間たちをもう、帰ってきたら釈放させてやるからって、やっぱ最終的に末期にはなるわけですね。じゃあ、日本がそうならないって保証はなくて、これは、そうなればそうですよね。だって日本がさっきの戦争の時も何でもかんでもってなったように、それぐらい世界的に追い詰められたらそうは言ってられなくなって、そこをどういうふうに変えていくかっていうわけですよね。実際、今現役でやってる暴力団の人たちはそうなったら行くと思いますよ。中途半端な私みたいなものは行かない。嫌だねとか、なんか理由をつけてダダこねて、あれなんですけど、今多分この状況でもやってる人たちって行くんじゃないかなっていう気がするのに、半数以上の人は。そういうことであるならば行くっていうか、親分兄貴分がそうしろっていうならするっていう考え方は、まあある意味そういう人たちしかおそらく残っていないので、やっぱりそれが必要となればそういうところあるんじゃないかな、なんていうのが割とまとまるんじゃないかっていう、それがいいとか悪いとかじゃないですよ。感覚としてって、私がこう、ずっとこういうふうにやってきてる中で、そういうことじゃないかな。でも実際はそうはならないですね。もう、いよいよ反社の人たちが、戦地に行かなきゃいけないようになったって言ったら、もう日本も終わりですわ。もう、おそらく今の感覚だと、刑務所に行ってる人とか、そういう人たちは生かさない方向に行くと思いますよね。で、やっぱり、それでは、要するに、前線で立ってる人たちの士気が下がるっていうのはありますよね。なんだよ、それと一緒なのか。そうじゃないけど、でも、それって本当どうなるんだろうかっていうことを、これ、1年前にこんな話しても何言ってんだっていうのは来たろうと思いますけど、今だったらピンときますよね。あながち、あながちっていうぐらい、
あながちそれ冗談じゃないぞ。漫画の話にしたり小説の話にしたら意外とみんな共感できるんじゃないかな。まずそこですよ。反社云々以前に前科者がどこまでいいかっていうことですよね。犯罪傾向によりですけど、薬物系はいかんか。あ、でも薬物系ってそっちに絶対薬物ないんで大丈夫か。薬物系の人たち、まあ、心にね、精神的なものの疾患があればそれはダメだと思いますけど、そういうことにもなってきますよね。だって、それから、出所してから何年でも、そこで分類して色分けして犯罪者だけのっていうわけにもいかないので、なかなか難しいことには なるとは思いますけど、なんかそんなことも考えなきゃいけなくなってくる状況ですよね。あながちシミュレーションしとかなきゃいけないような。まあ政府の方はそういう時どういうふうに考えてるかわからないですけど、いろいろ今回のミサイル、着弾うんぬんかんぬんということにはね、いろいろな話があります。あ、今日まだいけるのかな、ズームのあれがありますけど、夜、もう申し込めないのか。結構専門家の人が後半ちょっと喋れるかなと。もう今日のズームのお題はもう決まってるんだけど、これに関してもちょっと長くしてね、お話ししたいと思いますんで、ギリギリまでいけるのかな、お昼ぐらいまで申し込めるのか。またズーム申し込みの概要も貼っときますんで、よろしくお願いします。面白い話ができると思いますよ。